金沢電気軌道 ED1 系電気機関車。金沢電気軌道 ED1 系電気機関車。金沢電気軌道 ED1 型電気機関車は、金沢電気軌道、後の北陸鉄道金沢市内線の経営母体が保有した電気機関車の位置形式。側窓が多く比較的大型の乗務員室を備える20トン級突型電気機関車で、 石川県下の鉄軌道の戦時統合により、北陸鉄道 ED20 型となった後、車体延長や台車、主電動機、それに制御機の交換などを経て、実質30トン級となり、当機の石川線で使用する、除雪用機関車として現存る。前後に、背の低い機器室、ボンネットを置き、中央に、側窓の多い乗務員室を備える、 戦前の南海鉄道に多数在籍した独特な、形状の突型電気機関車の様式を今に伝える、いわゆる南海型機関車の一例として、希少な存在であり、また、木並車両製造性電気機関車として、唯一の現存例でもある。元々城下町金沢の市内電気軌道建設を目的として創設され、配電事業も合わせて行っていた金沢電気軌道は、市内線の 第一期線を開業して間もない頃から、その事業規模の拡大に乗り出すようになった。同社はまず1920年、大正9年8月1日に、自社線と接続する西金沢、後の白木区町タイヤ町の野市間を開業していた、馬車鉄道の今野鉄道を合併。続いて1923年、大正12年5月1日に、旧、 本の鉄道線間と野町で接続する石川鉄道、新野の市、後の新在金沢剣間を開業を合併し、これらを合わせて石川線とした。さらに1929年、昭和4年6月17日には、不況で運転資金がショートした金明鉄道、後の北陸鉄道金明線から同社線の一部、剣神社前、後の加賀市の宮間。この時点では、 非殿下を譲り受けし、その支柱に収めた。こうした相次ぐ合併や路線の譲り受け、そして1929年9月14日の旧金名鉄道線区間の電化完成などにより、金沢電気軌道は市内線と野町で接続し、剣町の中心地に位置した剣を経て、神社前に至る、つまり金沢市内と、 旧加賀国の一宮である白山め神社を直結する三宮路線を形成するに至った。だが、後の北陸鉄道時代に金銘線、それに剣より分岐するのみ線と合わせて石川総線と総称されることとなる。この路線には石川線ウェ線の貨物需要に加え、神社前で接続する金銘鉄道線ウェ線から全国へ送り出させる。 木材をはじめとする産品の輸送や、飲み線との間でのくたに焼きの原材料、製品輸送といった産業鉄道としての性格、それに近明鉄道沿線を流れる手っ取り水系の電源開発のための資材、輸送鉄道としての性格も備わっていて、旺盛な貨物需要が存在した。もっとも、電化当初の石川鉄道線には、動力者が電動客車しか在籍しておらず、 これらが鉄道省払い下げあるいは自社発注による、貨車を牽引する形態で、貨物輸送が実施されており、それは、金沢電気軌道への合併後も踏襲されていた。しかし、1930年代中盤に、自社保有貨車の増備が実施されて、貨車数が増えたことなどから、本格的な電気機関車心臓の必要性が生じた。そこで、金沢電気軌道は、 石川線向けとして、堺市の木並み車両製造に、電気機関車1両を発注した。この機関車は1938年、昭和13年3月24日認可で、ED1 系、ED1 として竣工し、金沢電気機動が所有した、唯一の電気機関車となった。その後、 配電事業者でもあった金沢電気軌道は1941年8月1日に北陸合同電気に吸収合併され、その後、国策による配電事業者の統合と配電事業者の兼業禁止で旧金沢電気軌道の鉄軌道部門が独立、初代の北陸鉄道となった。さらに、 石川県下の私鉄各社の戦時統合により1943年10月13日に2代目北陸鉄道が発足1949年昭和29年10月1日の一斉改版で本形式は自長が20トン級の D 型機であったことに由来する ED20ED201 に改称された。つまりこの間の車席の変遷は以下の通りとなる。 は張りに自動連結機を備える長さ9.4メートルの大枠中央に反抗成の運転室を置き、その前後にリベット組み立ての機器室を置くとつがった車体で窓配置は 3D、D、乗務員扉である。心臓時には妻窓を横引き式で開閉可能な4枚構成としている。運転台は車体中央に制御機を置き、 乗務員は横向きに座って操作を行う構造であり、側窓は加工式となっていて開閉可能である。前商灯は、機器室中央の点検用ハッチの前に台座を組んで、頭具が固定されており、尾灯は大枠端張りに頭具を取り付けて使用する。工事するように、直接制御式の抵抗制御車として製造された本形式の場合、 電気車保守の上で重要な電動機は台車内、制御機は運転室内の設置となり、また抵抗機は放熱の必要もあって、床下にそうかれるため、竣工当初の各機器室には空気圧縮機と空気ダめを設置するのみで、非常にコンパクトにまとめられている。この車体は製造を当時南海鉄道が保有していた、同級電気機関車、 特に当時最新の EF5K5121.5122 などの車体を南海沿線の新興車両メーカーであった木上車両製造がスケッチして製作したもののつである。南海鉄道では1916年、大正5年に大阪高野鉄道が自社工場で製造した電気型に半を取って1922年、大正11年に 日本車両製造本店で製造した電気第1号系1001から1004を皮切りに沿線の梅鉢鉄工場や藤長電造船所、木並車両製造、それに自社電化車や工場で貨物列車券引用として突型電気機関車を多数製造、九州合併した大阪高野鉄道からの編入車、電気1から5電気第4号系1016から1020を含め、 本形式製造の時点で25両を運用していた。本形式については、これと前後して、同じ木並み車両製造で製作された姉妹車である、富岸鉄道ロコ1型や厚見電鉄 ED1 と、共に、同様の構成の車体を備えて1939年、昭和14年2月に竣工した、南海鉄道会 1K5123.5124。 が製造された際に発生した、QEF1K5071.5072 の、いずれかの大枠が流用され、これに5121.5122と、同様式で製造した車体を乗せた可能性が、存在する。ゼネラルエレクトリック車線 K-38、直接制御機を搭載する。GEK-38 は、大阪高の鉄道で新潟に採用され、 大阪市電気局など日本の電気機動各社局で多数が輸入、採用された実績のある初期の路面電車用直接制御機を代表する機種の一つである。もっとも許容電流量の問題から、これは特に100馬力以上の低格出力の電動機を4機、総加する電気機関車で使用するにはやや2が重かったらしく、南海鉄道でこれを搭載した。 電気機関車では故障頻発したという。こうしたことから GE-K-38 制御機は本形式の、竣行当時、電後軽電車の制御機を電空か無軸式の PC-14AA 乾燥した際に発生した、ウェスティングハウスエレクトリック車製、H151D-2 制御機を2両分、2組、運転台に搭載して、並列で、 総括制御動作させるように自社で改造した HLN 電磁単位スイッチ式、手動加速制御機への換装で徐々に淘汰が進みつつ、あった。本形式製作当時の南海鉄道で余剰を、たしていたものを流用したと考えられる WH 社製 WH-101H を各台車に機ずつ吊り掛け式で総化している。波数比は69,15である。 この電動機はもともと南海鉄道が電化時に新造した電台1高型1から24にや電台2高型101から112などに装着されていたもので本形式が製造された時期の南海鉄道ではより強力な電動機への申請交換と合わせて老朽化等で処分する車両にこれより強力な電動機が付いていた場合に今後も継続使用する車両に装可されている WH-101H とこれを交換する譲渡車に装着の電動機をこれと振り替えて送り出す。あるいは単純に WH-101H 搭載車を電装解除して制御車化するといった手法で車内的な淘汰が順次進められていた。そのため、木並み車両製造が本形式と前後して製作した同系突型電気機関車は すべて入手の容易がこの電動機を総化して出荷され、同様に南海鉄道で廃車手続き後、日並車両製造で高代化改造を施した上で1934年、昭和9年に大阪洋行セメントへ譲渡した電気第4号慶線0 2 0についても、大阪高野鉄道で日系時代以来の GE 車製 GE-218B、 単子電圧 600V 時一時定格出力 52.0kW から、この WH-101H へ、主電動機を振り替えた後で送り出されている。竣工時には、軸拠線 372mm の軸バネ台車である JG ブリル車製ブリル 27GE1 を、同様防止を目的として改造したものが、装着されている。具体的には、 本来の 27GE1 では線路方向に沿って置かれた重ね板ネによる枕バネを前後端に接続された釣り合いバネによって喧嘩していたが、これを合計の 27E と同様申請した単造品の針を線路方向に沿って置き、これを釣り合いバネで喧嘩した上で、これら左右の針をした揺れ枕と結合して、 H 字上に組み立てたものの上に、枕木方向に重ねたバネ、楕円バネを配することで車体の左右方向の、陽動特性の改善を図っている。つまりこの改造は、実質的には 27GE1-27E かと、言えるが、単造側枠そのものは、無改造のため、単軸許可主電動機を外掛けという路面電車向け台車並みの、構造、基本寸法には変化はない。 このブリル 27GE1 は、南海鉄道電1型と大阪高の鉄道電台1系、それに大阪港の鉄道電2型に装着された台車であり、改造後も長く南海線で使用されていたが、本形式製造当時には装着車の交代化などに伴う相次ぐ大型化と重量増に対応しきれなかった。そのため、常日の WH-101H 電動機と同様、 南海鉄道では、電気機関車を含めて代替用台車の心臓と服の振り替えを経て、順次淘汰が始まっていたものであった。M3 同弁による、アム自動空気ブレーキ、M ブレーキを搭載する。心臓時の石川総線の規格に従い、竣工の時点では、トロリーポールが前後各1機で、合計2機、屋根状に設置されている。竣工後、 北陸合同電気時代の1941年、昭和16年11月28日に発生した温泉電気山城車庫の全焼に伴う車両不足に対する応援として約2年にわたって同社に貸し出されて使用された。1943年、昭和18年に実施された石川県下に所在する私鉄各社の北陸鉄道への統合後、1949年、 昭和24年10月1日付で実施された一斉改版の際には ED20 系 ED201 へ改版され、その後は他線区へ転出することもなく、もっぱら石川総線に配置され続けている。その間、1953年昭和28年に非力であった手電動機を多形式の手電動機交換で発生した三菱電機メガバイト -64C へ。64 乾燥。さらに1962年に自社工場において大枠を中央で切断し部材を挿入することで超1.7メートル延長。これにより前後の機器室を拡大。制御機を直接式の GEK-38 から WH 射精単位スイッチ式手動加速制御機である HL-846D を改造したものに交換し、台車と 主電動機についてももは852の廃車発生品である住友金属工業 KS30 リットル中高生釣り合い両識台車とそれに相加されていたとされる WH 車製 WH-558J6 に交換されたこの台車交換台車の大型化に伴う車体延伸改造は前述の通り同型車を多数用した本家である 南海鉄道南海電気鉄道でも戦前から実施されており、また後述の妻窓の2枚窓化改造も戦後の南海電気鉄道で実施されていた。これらの改造により、事長は23.5トンから29.3トンに増加し、ワンランク上の ED301 に迫る粘着力が確保されるようになっていた。また、終電装置もポールから Z 型パンタグラフを経て、 北鉄式と称する通常の皮脂枠型パンタグラフに交換、車体についても運転中に窓を開けて、ポール操作を行う必要がなくなったことから、4枚、窓構成で開閉可能であった、妻窓を2枚ずつまとめて、H ゴム指示方式の固定窓に改造。これにより運転中の前面からの雪や雨の侵入を防ぎ、さらに降雪時の視界確保のため旋回窓を後日、追加していい。 加えて、この時代には、全商島が、ボンネット上から運転室つまめん中央窓上に、移設されていることが、残された写真から確認できる。1976年、昭和51年4月の貨物営業廃止までは、貨物列車牽引の主力として、ED301 や ED311 と共に、徴用されたが、以後は、貨車牽引運用がなくなったため、 除雪車として前後に大型スノープローを装着したまま年中待機状態に置かれることとなった。1986年昭和61年には大枠両端張りの自動連結機を撤去して運転台からスノープローの高さを調節する機構を搭載。1990年には全消灯をシールドビームに交換、合わせて除雪作業中の視認性向上を図って 尾島を妻面窓上部に移設する工事も実施されている。石川線では、降雪時の除雪用として、本形式の他により強力な入り301も、危機更新を受けつつ長く在籍していたが、飲み線及び近明線の廃止で、路線長が短縮された後は、本形式1両で事足りるようになったため、本形式が除雪用として常用されている。 ED301 が2010年、平成22年に除籍されて、若狭鉄道早草駅へ保存のため輸送された後は、北陸鉄道唯一の電気機関車となっている。書籍。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。